10から20代は4割に迫ると、はい、映画やドラマをスマートフォンなどで楽しめるインターネット動画配信サービスの契約者は2割まで増え10から20代の世代では4割近くを占めていることが時事通信が実施した映画に関する世論調査で分かった、はい、調査では映画を見る頻度や DVD レンタル店の利用度などについて質問映画館に行く頻度については最も多かったのが全く行かないの45% 次に多かったのは年に1回以下22%レンタル店を利用するか聞いたところ最も多かったのは全く利用しないの63.2%これやっぱネットフリックスとかアマゾンプライムがだいぶあの主流になってきたのでみんなそっちで見てると、ね、ただやっぱない作品もあるから、うん、まあ映画館も、えー、レンタルビデオ店も残ってほしいというのが結構、ねはい、表としては多いですね、はいそう。本当に見たいのは映画館に行きますよね。そう 一番頼りにしている映画見る手段はどれですかっていうことで皆さん、どうでしょうネット、ネットフリックスとかフールとかあと、ツタヤオンラインとかねあと、DVD とかそれは友達から借りるとかアマゾンから買うとかあと、ツタヤで借りるツタヤで借りるのもなくなったんだよね、ほとんど確かにどんどん閉店してるよね、そう本当ですよ。僕も昔レッ店でバイトししてまたけど 今ちょっと厳しいですよね。いなななよよねねくってるであと映画館に行く人とテレビテレビで映画やるのを見るっていうだけの人金曜とかんかそう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 あの金曜の午後のあのしょぼいサメ映画とかそれから飛行機の国際線を頼りにしてるという人とかね大体この辺だよね郵送出るんだとかもないでしょもう。 d v わうわうねわうわうはテレビだね、うんはい、ネットとも言えるかもしれないけどいきますどうおネット55多いですねすごいもうみんな、うん、でスカッパーワーウワーの人はテレビですよね7.7、うん、で DVD とか14.2、うん、で映画館が20.8、えー、飛行機国際線 中心に見ると1.6と僕が入れましたこれはおお<う>これか <laughs> 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 まずそこで出てくれたらいいなって思うよねそうなんですよ国際線いやそう国際線っていうのは早送りして見れるんですよねそう、はい、最新作でもはいはいそうですねそれが良くてまあお酒とか飲みながらそ<う>僕があのボヘミアンラプソディの最後のライブシーンだけ、はい、多分5回ぐらい見てると思うんですよね僕ももうちょっと見てるかもしれない。 あそこだけあそこ,だけうわこれいいなと思って <laughs> 終わったらもう一回バス、ね、<laughs> 回見らい感動するよねガンガンえっとあのー、フレッシュの方でもネットが 54.5DVD が18.1、うん、映画館が13.6テレビが4.5、えー、飛行機機内が9ああなんと出ましただいぶ飛行機 飛行機乗りまくってるのがフレッシュフレッシュブジョアさんたちですねこれは出張が多いですねはいはい出張が多いと海外といえばもう映画がやっぱ一番の楽しみではありますよね何があるかそうなんですよやっぱ多いのはネットだってネット十分綺麗ですもんね今となってはパソコンにつないでパソコンからテレビにつないでもいいしそのまま見てもいいし それでで、ま見るると十分すぎほどこの映画つまんねなと思ったらら帰れればいいですすかぐやめる映画館行ってポップコーンとかジュースとか準備してよし見るぞってなって5分くらいでこれつまんねえなと思っても帰れないじゃないですかそう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 であとまあトイレ行けるっていうのはいいよね酒も追加できるっていうのはまあ映画館はねあの雰囲気がね迫力が迫力とかね本当に入り込めるっていうのはいるよね いやただ本当につまんなかった時のもう映画ってのは拷問というかそう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 僕あこの前そのウィルに書くために映画記者ね違う新聞記者っていうはいああの持続基礎の持続基礎のあれもう拷問拷問だねもうあれもうずっと僕もこういう真顔ではいはいこのまずっと見てましたねもう嫌な映画だねっていうねただ最後の本になってくると超陰謀論になってくるので逆にこうワクワク感がワクワク感がこれ凍結まつつけんだろうなっていうなるほどね。うん 映画行ったんですよ。はい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 。であの映画行くと、うん、なんだかんだお金かかるじゃないですか。もう成人男性1800円とかですか、うんはい。そうそうそう。それに絶対ポップコーン買わなきゃいけないじゃないですか。うん、ポップコーンに、はい、まあジュースとか買っていくと結局やっぱ3000円近くになっちゃうんです、ね。まあいろいろ買うからね。うん、もうとりあえずなんか飲み物はいるし、うん、いうこ、ね、そうなんです。よ。うん、メンズデーを利用。メンズデーなんてありましたっけ？ レディースデーは知ってるけどメンズデーは知らないよメンズディースデーとかそしてパンフレットも買いますからねパンフレット買っちゃう時もあるねそうなんですよ空母息吹も見に行ってますけど今年それぐらいですかね日本ぐらいしか見てないかもしれないですねそれより見てるのはネットだったりとか飛行機だったりとかしますけどでもやっぱたまにレンタルビデオじゃないとない作品があるんですよ あるね。そう。ネネッットトにになくて。いこの前無償に「あのスティングっていう映画を見たくなっておお。仮に行きましたねなるほど。ないからはははいいい。昔も見たんですけどまた見たくなったというかなるほど。スティングはもうマジでいいすねじゃあもうそれ DVD で買っとくって言ってもあるよそうですねもうその、見るっていうか気に入った映画はね僕も何個か持ってますけど「猿の惑星」シリーズああ「猿の惑星」 猿の惑星新猿の惑星最後の猿の惑星は持ってるかな四部作四部作あれはあれとかそうですねそうだから昔見た映画でもう一回見たいなっていうのは本当に買った方がいいかもしれないですねそうですねただこれ難しいのはこの記録方式がディスクじゃないですかスクってていうのは、どどんん進化しから、 果たして10年後とか20年後にあるのかと。そうあるのかと。確かに。今だっビデオデッキもないじゃないですか。昔撮ってたやつとか。もうあの VHS とかねないよね。はい。なので買うべきなのか、確かに。配信にするべきなのか非常に迷うところですね。そうですね。はい。本当あのなんか映画ってフルとかもあれ全部やってほしいよね。全部。全部見えるようにしてほしいよね。え全部見えるって。要は要はあの。 いいい映画がっぱあるむしろない映画の方が多いじゃないあれが全部見えるんであればすごいなって多分いずれなるんだろうけど前は見えたのになくなって契約切れて Hulu じゃないと見えないとかなってたりとかもそう移動してるんですよね映画そうそう移動してる移動してるそしてこだわりがあったりするじゃないですか例えば「Terminator2」はこの吹き替えがいいっていうのがあってああてるうのは これじゃねえんだよってな、それねそういうことね。かそうなんですよ。僕はあの英語は英語でやってもらって、はい、あの文字で見るのが一番好きで、うんあの、吹き替えは僕は見ないタイプなんだけど、いや僕も基本は字幕派なんですけど、うんうん、シュワルツネッカーだけは、うん。 吹すげえそういうの初めて知ってそういう人いるんだシュワルツネッカーだけはやっぱ吹き替えの方が絶対面白いんですなるほどねそれ分かるとあなるほど人によるそういうのあるんだなるほどね今「コマンド」っていうコメントがありますけどコマンドってまさに日本語吹き替えじゃないと面白くないんですよねああなるほどー4って。 やってんていう話すね。<笑><笑>あれは吹き替えの方が面白い。<laughs> 吹き替えは笑えるよね。<laughs> <laughs> <laughs> 吹き替えは笑える。<laughs> まああの俺レンタルで借りてた時にあのなんだっけ吹き替え版しかないみたいなのがなんかあってそれで仕方なくもうすぐみたいからやった時あったね。うん、切り替えられないやつで吹き替え版、はい、なんだこれと思って。うんうん それ以来なんか人に迷惑かけた時気がまないと思っているっていう <laughs> <laughs> のを一時期ずっとずっと言うしかないみたいな。でもジャックはすまないと思っているけどやりますからね。あるそういうことはあ何でもやっちゃいますからね。アシパーンって言って <laughs> 拷問かけるからね。<laughs> <laughs> お前が唯一の手掛かりだ。そう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 。<laughs> でもだいたい死うんですよすそういう最後の手掛かり。はい。 コロンボも吹き替えだろうね。でか吹き替えでしか見たことないよね。本当の声聞いたことない。テレビしか見たことないからね。あとフルハウスもそうですね。あ、そう。ドラマの。はい夕方の夕方に昔 NHK がなんかでやってて、なるほど。毎週見てました。ね。はいはい。ジャックバーは20ただもう20番もそろそろわかんない人が増えてくるでしょうね。もう結構前のドラマですから。あの。 サウスパークっていうアニ,アニメがあるんだけどアメリカの、はい、あれも吹き替えの方が多分面白い<ー>確かにあるね吹き替えの方が面白いそう吹,きそう吹き替えは吹き替えの魅力があるのでそう確かに吹き替えがすごいいいっていうのはね、うん、サウスパークまあ見てる人少ないと思うんだけど <laughs> <laughs> ギャルソン先生っているんだけどそれがね二重人格で、うん、吹き替えの方が面白いんで、ね、その演技力が試されるという、うん、あの。 気が狂ってるなっていうのがね、わかるんだよね、機械の方が。そう、だから声優って本当に大事で。大事。昔あの、スーパーナチュラルっていう、ああ、るね。あの、ドラマシリーズだったんですけど、あのシリーズワンって、なぜか自調・課長のやつが主人公やってるんですよ。あ、そうだっためっちゃ棒読みなんですよ。そうなんね。そうか、大変だな。みたいなことが忘れたことですから、あれちょっと怖い感じの、 ドラマなのに全くもう緊迫感もなく入ってこない入ってこない。これはあの分かる人しか分からない。シーズン1は本当にもう棒で、もうあれは吹き替えダメでしたね。なるほどね。字幕の方が良かったですね。俺がまあだ井上の方ですね。と小屋の A チーム。昔そういうテレビでしかないやつとか、特殊な日本語を喋ってるからね。あの妖精台とか。 ないじゃん、そんな日本語っていうそん何かあの外国のノリって絶対ああいう表現されますよね陽気な感じの陽気なバラエティ番組とかでも海外でロケやる時って絶対陽気なおじさんの声でやるじゃないですかああそうそうそういやこんにちは日本からよく来たねみたいな陽気な感じ絶対やってくるのが雰囲気が明るいのねああいう声優やっぱうまいなと思いますね